ギターボーカルザ・ゲートです。ベース宮下洋次です。ドラムの小太郎です。はい、ギターの中田亮次です。はい、僕たち、はい、ザ・フラワー6月の3日土曜日に、服部緑地野外音楽堂にて行われるイベントグリーンスパークに出演しまーす。ディアディアスパークスパーク、はい、グリーンスパークということで、うん、最近ですね、うん、あの僕たちのザ・フラの旬なスパークの話が、うん、MV、ミュージックビデオを撮ってたんですよね、うん、その時に、まあ、ちょっと木の板に乗るシーンみたいなのが、うん、乗るシーンじゃないんだけど、ちょっと使ってて、その時にその5センチぐらいの差を幼児が、ベースの幼児が踏み外して足首の靭帯をスパークしたっていうはい、6月3日には治ってるんだよね。治ってる予定ではございます、うん、なんで、バチバチにね、そこもちょっと見に来てほしいですね。はい、完治した姿、元気な姿、ね、サポーターつけてんじゃねえかってならないように今ついてるもんね。今ついてるんです、うん、そう、うん、というわけで僕たちの、一番元気なバチバチにスパークしたライブ、はい、できると思いますんで、いやするんで、楽しみにしててください。いえ、はい、あとね、うん、野外ライブということでさ、うん、僕たちもね数えほどしか野外ライブって経験したことないんですけど、うんうんうん、全部晴れてるな。そう、全部晴れたんで今回も晴れます、うん、とても、うん、まあ大空が似合うね。ね、晴れが似合うバンドなんで、そう、めちゃくちゃ楽しいもんね野外って、うんうん、もう野外ってだけでも楽しいのに、晴れて俺らがいるんで絶対楽しくなるんで、すごいいい日になります。よろしく。幽霊、うん、あとね、うん、初めて対バンするバンドとかもいるもんね、うん、そのなんか楽しみなバンドとかいる？まあ俺アラスカ、ドラムチカアラスカ仲いいからさ、うん、そうそう、結構なんか札幌来た時とかもラーメン食いに行ったりとかあんのよ。あ、そうだよね、氷があんだけど実際こう対バンはなかったから、うん、楽しみだな。そうだよね、うん、なんやかんやで、そうなんやかんやでなかった対バンが初めてなんで、うん、まあもちろんね、ドラ以外にも、うん、とっても楽しみなバンドがたくさんいるので、うん、もう僕たち自身も普通にね見る分にもすごい楽しみだなって思うイベントなんで、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。イエ、以上ザ・フロアでした。イエ、バイバーイ。